おはようございます。おはようございます。福岡県北九州市にありますマルハン本庄店さん。やってきました。はい、やってきました。だからまあ絆。まあそう、絆もそうなんだけど、絆よりもね、今日は大事なことがある。わかりませんか。いや、わかんないですよ。これでさすがにわかるやろ。これ読んで。ハッピー、はい、ビースダイ。ショルパ英語は苦手なのか。そうかそうか。日本人ですからね。そうだね、日本人だから。お誕生日おめでとう。やっとわかった。いや、わかんない。え、いや、もう1年前にやったからね。え、うん、もう落ちたし。1回だけ、うん、1回だけ。いや、もう同じネタはいいよ。ネタじゃない、誕生日はネタじゃない、うん、何歳になったんですか。24。まあそうね、まあまあ知ってましたよ、さすがに。まあ持ってきましたよ、はい、誕生日プレゼント。はい、ありがとうございます。まあ年に一度なんでね。おー、ちゃんとこうやって袋に入れてんじゃん。うん、開けていいかな。あ、いいですよ、もちろんもちろんもちろん。じゃん。いや、私梅好きでもないんだけどな。プレゼント、好きなものあげるんでしょ普通。いや、好きかなと思って。すごいんですよこれ。何がだよ。いや、これ世界一酸っぱい食べ物とされています。健康にいいから。ほら、だって梅ドリンク1に対して9ぐらいの水かお湯で黒砂糖か蜂蜜を入れて作りましょうだよ。うん、1対9で割るんだよ。まあ、お湯もないんでそのままクイッと。クイッと、クイッと。いや、無理でしょこんなの。うん、いや、でも直に飲んだ方が染み当たるやろ、5ドロップに。こんな世界一酸っぱいのを薄めずに飲むなんて罰ゲームやん。そうです、そうです、罰ゲームです。変なおじさんか、なんやそれ。いや、ふざけてる場合じゃないよ。罰ゲームや。なんやねん誕生日って。え、忘れたん、あなた。何を。デイリーミッションの罰ゲームよ。え、なんで今。今よ。うわ、うわ、腐ってない。うわ、腐ってない。やばいやばい、風に乗ってきた。やばい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 。うわ、くさ。なんか梅をマッてした。いきます。はい。うん、やばい、あーやば、うーはー。しかもさ、やっぱ喋れない。あのね、結構ドロドロしてるから、うん、張り付いて口の中で、うん、いろんなところが酸っぱかった。いや、本当はお湯に溶かさないといけないんじゃないのそれ、もしかしたら。いや、書いてあったじゃん。行くか。え、いいよいいよ、俺は行っとっか。いいいいいい、なんで俺もやんなきゃいけねえんだよ。じゃあちょっと控えめにするわ。いや、おかしいやろ、俺別にデイリーミッション、デイリーミッションを達成しなかったのは小籠包の応援が足りなかったという説もある。行っとこうか。行っとこうか。うわ、行きます。はい。こう。何こう。いや、何これ。何こうって。うわ、何これ。こう。これあかんね。あかん。こんな強力だと思わなかった。ね。まあ、とりあえず。まあまあ、とりあえず罰ゲームをね。うん。こんな目に遭いたくなかったら頑張ってくださいデイリーミッションを。はい。うん。頑張ります。はい。そろそろ抽選なんで行きましょう。はい、今日24歳になって一発目の実践なので、世界一酸っぱい実践にならないように頑張りたいと思います。こう。エリニア怪盗伝説、月に村雲も花に風、51番。微妙、ワンチャン取れるかぐらい。おはよう、帽子お願いします。おはようございます、よろしくお願いします。イヤホー、行くぞ。おはようございます。空いてますように。うわ、無理だろう。うわー、ちょっと、おおおおおお、イエーイ、取れた取れた、やったぜ。もう
場所適当です、適当です、もう思いっきり。はい、というわけで取れました、ユニバーサルさんのバジリスク甲賀忍法帳絆、頑張ります。ですね、伝説ミッションが新しくなって絆初めて取れましたね。伝説ミッションの方がサンベルとあと来世開口と振動術直撃を引けというこの3つです。なのでもちろん設定6じゃないと出ないサンベル、そしてエンディング達成しないといかない来世開口で、振動術の直撃はダブル揃い、 DC 中のダブル揃いとあと通常からの直撃です。無双一戦を経由しないタイプの3種類を引かないといけません。はい、初っ端巻物いきましたね。9ゲーム投資1本、いいね、幸先よろしい。24歳で初めての BC、頑張れ。まあすいません、これ手止めます。デリミッションですね。はい、だけど今回はじゃん、ニットくんです、ニット坊やです。はい、ただ年下で可愛い後輩なんですけど、すいません、ニットくん長っ。朝一オア BT 後最初の BC で BT に当選させよう、わかりました、大丈夫だと思う。朝一隣の方がね、赤ランプ外れてましたよ。青なんか猿之助行きますか。いいよね、ワクワクするね、なんか隣で赤 LED 外れると87人。おお、はい、ドーン、サンキュー、サンキュー。はい、残念。結構皆さん一発目でね入る方が多いんですけどね、ついていけなかったな。まあいいでしょう。でも今日のデイリーミッションがその BT 後の一発目の BT だったじゃないですか。テーブルで N 行けば達成できますからね。朝一から N はやめてくれ。弱地？謎か弱地？え、弱地位置引いた？あ、やばい、喋ってて覚えてない。でもなんだ、弱地引いて上がって、分かんなくなった、そう喋ってたから。弱地で超高上がった可能性もあるし、当たった可能性もある。うわー、もう大事なところを見落とすだよね、直撃でもない。待って待って待って、よっ、ナイス、当たりましたね。謎、はい、クラッシュ、まあ合格でしょうね、合格以上だと思います。半月で、まあ、C 以上確定してて、まあ、ちょっと合格しさもあって、まあ、BT 成立してるんで合格以上だと思います。あ、すいません、青ですね、すいません、目押し作っちゃった。サンベルチャンス、さあ来たよ、さあ、残念の BC から BT につながりました。さっきは55回転ですね、8本。
反発はやめておくれ。また目押ししくっちゃったな。気をつけます。すいません。いいよ、24歳初めてのバジリスクタイムはどうなるんでしょうか。ナイス、頑張れ。弱いな、赤文字とかもないし。避けた。いいよ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 。頑張れ頑張れ頑張れ。イエス、ナイス。 BC はない。任せて。うまい。はい。おお。引かなくても当たりましたね。か継続か。でも大丈夫でしょ。思いっきり私バーンって赤が止まってくれるかと思ったけど、ナイスナイスナイス。まあどうなんすかね、あのゲームではリプレイだったけど、リプレイでしょうね。その前のだって押し順ベルの演出は普通だったんで、多分リプレイだと思います。来い。そんなにないんですよね。やばいかもな。引けなかった。どうしよう、ここで引いちゃったら。おいねえそっち。はい、強制。まあ、まあ、ほとんど当たんないでしょ。248ゲームの921枚当たんないと思いきや、当たってほしいと思っている。惜しい。深みおのコーナー、イエイ、はい、始まったがね、深みおのコーナーが、はい、偉そうっす。態度だけは満枚みたいな感じだよ。満枚どういうこと。このコーナーはバジリスクが大好きなエリニアにさまざまな問題を出して、もっとバジリスクの愛を深めてもらおうというコーナーになっております。あー惜しかった。そうですね、深めてもらうとここ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 、もうね言えないから、もう 70% あってりゃいいかなと。もうそれと同じよ、深めようと同じ。 7割あってりゃいいかな。大体わかるやろ、見てる人なら。わかるやろ。初めて見る人な、何これってなるよ。さて今回のお題は、今日はね、またもういい加減にしろって言われるかもしれないですけど、こびましょう第3弾。第3弾も続いてるっけ。続いてます、はい、あ、そうかそうか、そう、はい、第3弾、はい、あ、ということはですね、そろそろクレーム来るかもしれないですけど、またかお前らみたいな。マルハンさんなんでニャンマル、はい、ここに来るときはいつもニャンマルがいるから、月に 2,3 回来ててニャンマル 2,3 回会ってるから、そりゃかけないと怒られる。できました。できました。はい。どうぞ。じゃん。おお。どう。いいでしょ。点数は誰につけてもらうんですか。点数は
今日ちょっと常連さんが来てもらってるんで点数つけてもらっていいですか。そうなんだそうなんだ今日たくさんのギャラリーの中からあのそうですねお一人様、お一人様限定で、はい、一人しかいないできました。いきます、はい、じゃん84点。84点、きっとバジだろうね。え、なんで84点なんですか。お誕生やったやった誕生日じゃなかったら何点ですか。24点。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、はい、深めようのコーナーでした。深めようのコーナーでした、はい、じゃあね。ミャンマルと体型が同じだよね、本当に。二頭身だよね、うん、ちなみに二頭身だもんね。二頭身、顔、頭と体だけ。頭とケツだけ。頭とケツの二頭身、うん、おい。もうずっとね、広角行き来してるんだけど引けないんですよね。おい、来た、ほら謎広角以上の。レインボー、さあ金、はい、ナイス。154ゲーム持ちメダル同色。よしよしよし、謎当たりですね。3回目の BC ですね。1000、多分広角謎。ダメだ、もうなんかダメっすね。自分にイライラしてしまう。わかります、この気持ち。だってあれですよ、同色4回引いてて1回も行かせてないんですよ。通常にも引いてるし AT 中にも引いてるし、あ、なんかもう自分にイライラしてきましたね。来た、赤隅壇上、刺せ、早く刺すんだ。もう足踏みしていられないよ、暑い。赤文字じゃないわ、青文字でも暑いからね、屏風は。おい、はい、来たろ、はい。はい、というわけで110ゲーム投資は18本。もうビーティーいったと思います。ホーキー、はい、後ろ、多分大丈夫だと思います。C 以上のチャンス目2回の長考で当たりました。これは大丈夫でしょう。青だ、ゴー、ナイス。2回目の BT 全然継続率ある。 E まで上がってくれてたら嬉しいね。上がってても D かな、どうですかね。いいぞ、さあどうだ。おい、からの、表情ダメ。でもナイス、まあマイナスで今展開悪いですけど全然まだ6あると思いますよ。まあ周りの状況もそうですし、まあ1回目の BT がもしかしたら継続率あったかもしれない。でなかったとしても初期ストックはあった。で同色もわりかし引けてる。広角謎、まあ確実にと思えるのが1回とかなぐらいが1回なんで全然悪くないです。うわー、もうもったいない。78ゲーム227枚、はい、
せっかく口角ついたのに、もう悔しい。うわちょっと今日やばいな。このままじゃ伝説ミッションもダメ、デイリーミッションもダメ、終始もダメ、ダメダメダメがつきそうです。ああ頑張れ、プラスで終わりたい。でなんかまあちょこちょこ言いよさって、私が気が弱くてやれてない、ちょっと悔しい思いがすごいあるんですけど、周りもめちゃくちゃ出てるし、うまい、ナイス、いいね、このレバーオンした時のこの動きがたまらん、くるくるくるみたいな、すまよー。はい、134ゲーム投資30本、6回目の BC、 よいやった、チャンス目、チュインチュイン、こんにちは。あーもうやった、いった1500枚出します。あー長かった、でも全力を尽くそう、1500枚出すために。広告お願いします。この子やる気なしだわ、頼むよ。えい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 、あー夜、あーどうだ、頼むぞ、単発だけはやめてくれ、よし負けるなよ、よし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 、よし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 、よし、はい、タキーン、チュイン、何がいいかな、どうしようかな、私これやれそうだな、言ったからには引かないと。いきます、頑張ります、頑張れ源之助、頼む、助けてくれ、終わった、3ゲーム229枚、あーもう難しい、あれ、え、ごめん、よそ見してた、なに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 、見てた、謎当たりか、すいません、よそ見してた。謎、嘘、ワンチャン通常なんだけど、そうでしょう、もう君の設定はなんだね、111ゲーム、ゾロ目、投資は30本、 BT 後すぐの BC なんで、デイリーミッションチャンス、おい
そうね。うわ、謎当たりでございます。デイリーミッションのチャンスですよ、同色だし。お願いします。よっしゃー、来た、ほらー、ナイス、デイリーミッション達成。あー嬉しい。天然よ、天然よ、天然よ、天之助よかったー、もう嬉しい。さあ行きましょう。64、頑張れ。あー頑張れ。もうちょっとさ、派手な演出来てもいいんじゃないか。頼むから耐えてくれ源之助、ここは頼むぞ。何をやっとるんや源之助。37ゲーム125枚、おたんぱつだー。繊維喪失。次回バジリスク甲賀忍法帳繊維喪失。はい、というわけで私は実戦終了しましたのでね、絆コーナーをね、状況を見に行きたいと思います。じゃん、はい、こちらとなっております。見えるかな、やばくないですか、もう誕生日パーティーだね。ピックアップしたらキリがないんで、ちょこちょこ見ましょう。すごくない、別積み2台に1台別積みしてる感じです。うわー、うるさい、すごい音が。もうね、みんなメダル持ってまして、しっかりと別積みしてますね。素晴らしい、すごいですね。もうみんな 4、5、6000枚はもう持ってるっていう感じですね。まあみんな4、5、6000枚持っているなっていう感じですね、出玉の方は。はい、うわーすごいね。みんなさ、出玉持ってる中で、私だけ箱が空っぽですよ。すごいね。でここが6ベルですね。で、ここも6ベル出ておりますね。はい、並びで3000枚、3900枚、3000枚という感じで、はい、マルハ本上店さんの絆は素晴らしいです。で、私が見てはないんですけど、お客さんからその確定画面出た報告は、一応3ベル3台と、6ベル4、5台は一応今のところ聞いてるんで、すごいですね、お店赤字じゃないですか、素晴らしい。街道伝説にもってこいの店内状況でした。というわけでこれだけ流します。よいしょ、カニ歩き、カニ歩きじゃないと歩けない。はい、流そう。ピンポン、こんだけ出てると悔しいな。あ、早い、もう終わった、もう。はい、早いな。ありがとうございます、ありがとうございます、誕生日おめでとうございます、だって、ありがとうございます、ありがとうございます。
回収155枚です。次は頑張るから、次は頑張るから。お疲れ様です。お疲れ様でした。うん、ダメでしたね。ダメでしたね。てか、なんでその格好にしてんの？え？そのテンションでその格好だとさ、お誕生日会呼んだのに誰も来なかったみたいな感じだよね。確かに。切り替えますか。はい、はい、投資が30本の回収が155枚ということで、うん、ゼロが一つ足りないよ。挙動はそんな悪くなかったけどね。いや、悪くなかったよ、うん、てか全体的にいいから、うん、全体のも考えてもそうだし、私の代理のも考えてもそうだし、うん、やっぱ最終回にするべきだったね、あの時に。潔くかっこよくさ、やっぱ安室ちゃんみたいにさ、安室ちゃんとかさ、山口百恵古いんだよみたいに、古い、潔くあのあみんなに卒業って言ってマイクを置くんでしょ、うん、それ中森明菜だっけ。それはあ、セントピーの人。あ、違う。いや、それ、いや、松田聖子辞めてないし。ああ、それキャンディーズ。伝説達成したら、まあ、この仕事を辞めるとするじゃん。で、新しい面接に行ってさ、私伝説これとこれとこれ持ってるんですよみたいな言ってもダメでしょ。いや、でもそのパチンコ業界だったらいいんじゃない。いや、別にセブンイレブンにそれ持ってってもダメやろ。レジ打ちに関係ないよ。伝説目押しうまいです。まあ、誕生日に勝てなかった。あ、思いついてしまった。何よ、デイリーミッション。いや、思いついたじゃないでしょ、思い出したでしょ。何思いついたって。一撃取れんな、どっちがいい。え、どういうこと。何、デイリーミッションの結果の。いや、もう一撃にして。一撃がいい。丸。はい。あ、ちち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 ち。いや、ごめん、あんま分かんないよ、ね、一撃って。何が一撃だ。一撃で決まったじゃん。連打は？連打はどっちかな、どっちかな。ああ、よかった、一撃で。よかったって。もう一回しよう、連打の欲しい。いや、いい、もういいよ、いいよ、いいよ。じゃあまた次回にお預けということで。一撃選んだんだから、俺は。閉めます。閉めて、一撃で閉めて。まあ、はい、今回24歳になって初めての怪盗伝説負けてしまいました。また次回は気合を入れ直して頑張りたいと思います。これからも24歳になった私もよろしくお願いします。残念な結果になりましたが、24歳また1年頑張ります。